サッカーを愛する全ての人にエールを送り、岩手のサッカーシーンを熱く盛り上げる、キックオフ岩手。こんにちは。こんにちは。さあ、今週も始まりましたキックオフ岩手でございます。今週はこの3人で、ハットトリッカーズでお届けしたいと思います。3人だから3点ということで言ったんですよ。そうですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、さあ、今週はなんか楽しい話題がある、嬉しい話題があると聞いておりますが。そうなんですよ。はい。まずは大学サッカーの話題からです。はい、こちらご覧ください。大学サッカー2大タイトルの一つ総理大臣杯で富士大学が東北勢初の日本一に輝きました。やりました。すごい、すごい。お、映像ある。まずはこちら後半11分のシーンです。あー、ナイス。白輪雄心が押し込み富士大学が先制します。はい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 、盛り上がりますね、やっぱり ね、応援団も。そしてこちらは後半27分のシーンです。うん、おこんなに選手から寺崎智則がルーズボールに反応して、これで2対0自身大会3得点目で突き放します。試合終了間際に J1 名古屋に加入内定している関西学院の増井に1点返されますが、見事逃げ切り東北勢初の日本一となりました。いやー、素晴らしい、おめでとうございます。いや、これはもうだってその向こうの関西学院さんもすごい強豪だと聞いてますよ。うん、そうなんです。プロ内定が4人、うん、選手がいまして、そのうち3人が J1 に内定してる。うわ、すげえ、すごい。あ、だからそこに勝った、しかも関西関東以外で優勝っていうのは2校目。2校目ずっと関西と関東の大学が勝ち進んでいた中での優勝ですから、東北勢初ですからね。そうですね、嬉しいですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひ富士大学の活躍今後も期待しています。はい、そしてその活躍に続きたいのがグルージャですよね。うん、そうなんですよね。そうなんです。そうですよね。けどもですかね。どうなんですか。少し苦しいシーズンが続いているグルージャ。苦しいですよ。苦しいじゃないですね。苦しいシーズンが続いていますグルージャ。はい、それでは先週の試合振り返ります。はい、ホームで4位の FC 大阪と対戦したグルージャ、前回の対戦では3対0と快勝しています。前回は勝ってるということですからね。今回もスターティングメンバーには新加入した深津、西が移籍後初めて名を連ねました。はい、画面で試合が動いたのは前半10分。中盤でボールを奪われるとFC 大阪喫煙にミドルシュートを決められ先制を許してしまいます。まあでもあの距離からか、こんな遠くから、ね、まあそうですね。後半22分にはゴール前でフリーの選手に押し込まれ失点目。さらに41分にもダメ押しとなる3点目。試合終了間際に西のヘディングシュートでゴールに迫りますが、ポストをかすめ得点とはなりません。なるほど。 J3 最少失点の FC 大阪を前にノーゴールで完敗、2対2連敗となりました。そうですか。ちょっと本当に痛い負けですかね。そうですね。3点も取られてしまった。ちょっとその辺を今日は松木安太郎さんと電話つながっておりますので聞いてみたいと思います。松木さん、よろしくお願いします。おはようございます。どうも。おはようございます。お願いします。ちょっとですね、はい、まあ3対0で0対3、3対0で負けてしまいましたけども、うん、どうだったでしょうか。はい、いやもうあのチャンスはまあどの試合も作ってるんですけども、やっぱりこうディフェンスのところでもうちょっと我慢が必要かなという感じがしましたね。はい、で、まあ、僕の印象はもうとにかくあのディフェンスの人数はいるんですけど、うん、ちゃんと仕事をしてないといいますか、ボールに行ってる選手が少ないですよね。だから全部ディレイといいますか、こうボールを遅らせるプレーばっかりで、うん、なんかもうあのプレーでよかったら俺66歳なんだけどディフェンスでちょっと契約してくんねえかななんて思いましたけど、松木さん出たらいけるぐらいのっていう、いや、やっぱりもっとボールにね積極的に行く選手が1人、そしてカバーする選手が1人、うん、ですから自分の周りのことはうまくやってるんですけども、それ以外のこのカバーに入った時のこの意識っていうのがやっぱりディフェンスの中で低
いですよね。もちろんその点を取れなかったっていうね、はい、そのいい時間もあるんですけども、そこディフェンダーはやっぱりね90分守って仕事が 100% なんでね、その辺メンタルも含めてちゃんとしてほしいなと思いましたね。まあ、でもその例えばまあ練習でそういう部分とかもうみんな分かってやってるとは思うんですけど、うん、そうですね、あとはじゃあどの辺をやっぱ意識とかそういう部分になってくるんですか。やっぱりチームというか、まあ、お互いが声を出し合ったりね、する必要もありますし、どうなんでしょう、体力的にもちょっと、この時期疲れが出てきたのか、暑さもあるんでね、その辺も含めて、まあ、フィジカルコンディションっていう部分もすごく、まあ、ゲームの中では大事になってくるんで、まあ、これは、まあ、監督コーチと、まあ選手がね、ちゃんと考えていかなきゃいけないなと思いますけどね。やっぱり、ね、こう続けて3点取られたらやっぱ気持ちも落ち込んじゃいますよね。ただね、もったいないんですよ、取られ方が、本当に人はいてちゃんとボールに行く選手もいるんだけども、そこの肝心なところに行ってないというね、そういう、まあ、簡単に言いますとそういうイメージがもう失点シーン、そればっかりですね。なんかその、まあ、個人で、まあ、やりつつもやっぱそのチームプレーで何かしら改善していけるような部分はあるんじゃないかってことでしょうか。いや、もちろんグループでね、もっとその一番大事なところにまずポジションを取るってことが大事で、ディフェンスって1メーターサボるともう本当にマイナス 100% ぐらいになりますから、そのもう1メーターをどこまで体が動くかっていうのでディフェンス変わっていくんですよ。だからグルージャの選手たち失点されてるシーンで、はい、自分のゴールを背中にしながら守ってるし、プレーが少ないんですよね、はい、あーはーはーはー、ってことはやっぱり追っかけてるシーンが多いってことはもうそこのポジションに相手に入られてるってことですね。そういうことか、なるほどね、うん、松木さん、だから、まあ、そこをね、はい、ちょっとなんとか頑張ってます、はい、松木さん、一方でこう攻撃面といいますか、グルージャのこう、はい、少し光というか見出してほしいところ、どんなところですか。いや、本当にいい攻撃ができてるんですよね。だから、まあ、あとはフィニッシュの最後の決めるところだけなんですけど、まあ、西選手も入って、これからどんどんこう前線のところで彼が絡んでくればいい得点というのが生まれてくると思うんでね、とにかく得点を取って、まあ、だからどうですかね、3点しても4点取るぐらいの勢いで、前線の選手も頑張ってほしいなと思いますね。松木さんから見て西選手のプレーどう見えてますか。やっぱりゴールの近くでプレーをもっともっとたくさんしてほしいですね。だから、まあ、ゴールに絡んでるプレーがいいと思います。この前、まあ、ヘディングとかね、いいシーンもありますけど、そのやっぱり彼のいいところはシュートが打てるチャンスだったり、そういうボールをもらったり、ゴール前で絡めるプレーがもっとできてきたら面白いな。じゃあその、まあ、西選手がうまく絡んでそのディフェンダーの皆さんのこうチーム力上がっていったら、まだ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 いけるということでよろしいでしょうか。いや、もうだって一つ勝てばどん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 上がってきますからね、下向かないでね、やっぱり一個ずつ大事に勝っていくことが大事だと思います。はい、わかりました、ありがとうございました。朝からどうも頑張ってください。ありがとうございました、はい、それではグルージャの順位見てみましょう、はい、勝ち点は33のままで13位となっています、うん、そうですね、松木さんのおっしゃる通りディフェンス改善して、そうですよ、だから本番に、ね、歯車が噛み合い出したらぐっともう上がっていきますので、そうですね、なんとかっていうところですね。そうですね、はい、その勝ち点を積み上げたい次の試合はあさっての月曜日です、はい、アウェーで YSCC 横浜と対戦します。点取ってほしい、はい、そしてお知らせの後は松原監督も参戦、未来のジェジェジェイです。未来のジェジェジェイ。前回ジグザグドリブルで立て続けに好記録が生まれた向中野 FC、 県内屈指の強豪チームが今回キックターゲットに挑戦します。前回同様、グルージャの松原芳香監督が見守る中、ゲームに挑戦するのはこちらの3人。意気込み、目標は何ですか。秋田社長にブラボー言われたいです。2回決めたいです、うん、応援の力も借りて全部決めたいです、うんうん、大丈夫みんな、OK、応援も気合十分。まずは園田ネオくんの1本目。サードだ。ネオネオネオ、惜しい惜しい、狙いはちょっと下を叩きすぎちゃった感がありますね。そう、ほんまやね、このね、感覚がね、難しいんですよ。まだ2回目がありますから、あるあるある、多分掴んだと思う。
2人目は庄司優真くん。秋田社長もきっと見ているはず、うん、頑張れ。ブラボー欲しい。自分が言うのだった時にボールに同じ名前ですからつけてたんで、そこもすごい良かったと思います、うん、はい、こちらやってくれるユーマでした。1ポイントゲット。3人目は菅原大佐くん、キャプテンの挑戦です。キャプテン大佐、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 いいキックやけどね。使ってしまいました。もうちょっと巻きたいと思ったと思うんですよ ね、 なるほどね、ボールを。なるほど。でもすごい惜しい。確かに多分フィーリングが捕まえばいけると思いますよね、うんうんうん、はい、狙いは、うん、1巡目が終わり1ポイント、うん、園田くんの2本目はどうだ。おー、優しい。わずかに枠の外、うん、キャプテンの菅原くんもキャプテン、あー、これも、これも上。先ほど1ポイントをゲットしたユーマくんにラスト1球を託します。生きるユーマ。そうですね、生きるユーマですよ。ユーマ、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 うわー、惜しい。惜しかった。ほんとあと少しの微調整だけでしたね。確かにね、高さも悪くなかったと思う。めっちゃ惜しいや。みんなどうだった、今のキック。惜しかった、惜しかったよね。外れた5球とも全てが惜しかった向井中の FC。最後に松原監督から熱いメッセージが送られました。でも一番難しいのってこうギリギリの試合とか、ここで勝ちたいとか、そういう緊張感があるときにいかにそういういいプレーができるかなんです。ドリブルとかいろいろやりましたけど、そういう中でそういう意識でトレーニングから迎えたらもっと絶対良くなりますよ。もっと、技術とかを鍛えて、大事な大会で優勝したいです。みんなで岩手のサッカーを盛り上げよう。未来のはい、いや、向井中央 FC の皆さん、前回のジグザグドリブルでは、はい、もう好記録を連発していましたけれども、今回ですね、はい、そのキックターゲットに選ばれた選手たち、特にキックが得意な選手たちだったんですね。でもこの練習中もかなりどん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 入れていたので、はい、ちょっと本番はね、松原監督を前に緊張してしまったのか、1ポイントという結果でした。まあ、でも松原監督にああいう風に教えてもらって、大事な試合で勝ち切る方法とかね、ああいうのは絶対力になりますしね。すごくいい経験になったんじゃないかなと思いました。はい、向井中の FC の皆さん、実力はやっぱりさすがだなと。僕でもあれ1本入れてると思ったら、まあまあやりますよね。そうですよ ね、 ね、やっぱり難しい。こう1本がちょっと僕またチャレンジしに行きたいところです、ね、はい、皆さんも喜ぶかもしれませんね。喜ばなくても行きますよ。はい、ね、ここから1ポイントの壁をどんどん超えていってほしいなと思います ね、 すね、はいはい、そして未来のジェジェジェではチャレンジャーを募集しています。また公式記録には認定されませんが、子どもたちのお手本になりたいという方、ぜひぜひ未来のジェジェジェに応募お待ちしておりますので、公式ホームページからご応募ください。さて、この後はグルージャの日程をさらにおさらいします。さあ、ここからも大事な試合が続いていくグルージャの日程、どうなってますでしょうか。はい、グルージャはあさって月曜日に17位の YSCC 横浜と対戦します。下位チームとの対戦、ここで勝ち点を取り逃さずにすることが上位の浮上きっかけかもしれませんね。まあ、そうですよね。だから本当にその僕らもやったー、勝ちましたっていうのをお届けしたいところもありますし、なんか松木さんに僕らが怒られてるみたいな感じでお電話で聞いてましたし、なんかやっぱり勝利をお伝えしたいなというところでございますけどもね。そうですね、はい、刈谷さん、どの選手に活躍期待してますか。そうですね、やっぱり西選手、うん、あの前回もヘディングで惜しいシーンがありましたし、はいはいはい、前々回もありました から絶対こう馴染んでいってますからね、チームに ね、 そうですね、絶対いい方にいってると思うんで、期待したいな、どんどん攻撃してくれるかなと、はいはい、思いますんで、皆さんでぜひ応援したいと思います。岩手のサッカー盛り上がっていくぞ。